前回はエンタグルメント状態を生成するベルステートゲートの話をしました。で同時にそれの逆作用なんですけれどもエンタグルメント状態を普通の状態に変換するベルメジャーゲートのやつも見てきましたで。今回はこのベルステートゲートとベルメジャーゲートを使って量子テレポーテーションの回路を 技術しようもうう一回あの書き換えようと思ってま,すまあやってることはあの単にあの回路の表記を変えただけなのであの中でやるべき計算は実は同じことですがと最初にウェルステートゲートとウェルメジャーゲート左側がウェルステートゲートです入力左から入力があるとすると最初に頭あるゲートがぶつかってその次がーノットが来る。 という構成で,すでベルメジャーゲートは入力が左からだとすると先に C ノットの処理をしてからアダマールを追加するあの通過するでこれはよく似てるというか鏡で映せば同じものになるでまあ大事なことはこういう非常に単純なというか でベルステートゲートもベルメジャーゲートもたった2つの量子ゲートができてるんですけれどもこれがエンタングルメントを扱う上で基本的な働きをしてるというのはとても面白いことだと思います。でこの単純さはあのやはりエンタングルメントって何か特別な状態ではなくて実は簡単に作れるしそれはまたあのどこにでも存在してるということを意味してるんではないかというふうに僕は考えています。 で前回見た、あの、量子テレポーテーション回路というのは、こんな形をしていました。で、よく見てほしいのは、ここの部分ですね。ここの部分は、実は、ベルメジャーゲートですね。c トがあって、頭悪くる。で、だから、この、前回見た、量子テレポーテーションの中、そのものの中で、ベルメジャーゲートは使われていたわけです。で、ところがですね、前回、あの、前回、 前提としてあの回路には含まれていないものがありました。で、これは実はアリスとブブが円単このラインでエンタグルしてるというわけですので、で、これは実はこの回路なんか含まれていませんでした。で、これは回路にできますね。で、このエンタグルの状態、これはファイプラスを生成する、まあ0000ケット 入力するとあのアンテナ面状態を作るベルステートゲートをここに追加しても何の変化もありません同じことをですね全体されたものを明示的に回路として表したということですでそうするとえっ、ー、とここに左側にベルステートゲートがあってでそれをベルメジャーゲートで受けるって形になってますんでこれをブロックで表すとこういう形になります。 ででまあ別の書き換えをすると量子テレポーテーション回路っていうのはこういうふうに BSD っいうのはベルセットゲート b m d はベルメジャーゲートの意味なんですがこの2つのブロックで構成されるということがわかりますで実はあと言いますけれども量子通信の基本的なあの例えばスーパーデンスコーディングだとか あのアンダグメントスワップメントっていうのは BSDBMG を使って書いた方が分かりやすいと僕は思っています。でだから今回もまあ単なる書き換えですけれどもこれからの話の中ではあのベルメジャーゲートやベルステートゲートを使って通信の話をしようというふうに思っています。